はい、どうも皆さん、グーテンモルゲン実況者アオトです。どうも、サミダレです。ザ・ドールメイカー。記憶を失った主人公がこのおかしな場所から脱出を試みるストーリー。舞台となるのは人形製造工場。この怪しげな工場にはいくつもの仕掛けが施されており、プレイヤーを恐怖のどん底に突き落とす。果たして二人は無事に生きて帰ってこられるのであろうか。ということで、今回はこちらのザ・ドールメーカーという配布マップやっていきたいと思います。やっていきましょう。ホラーマップだからね、気合い入れていこうか。そして初コラボというね。だね。やつっすよ。そうやつっすよ。やつっすよ、青津さん。ちょっとやっちゃったから。ちょっとやっちゃったから、これ。やっちゃったからな、これ。しゃあない、しゃあない。ちょ、英語ばっかで俺わかんねえから、もうしちゃおうか。行きましょう。行きましょう。おい。おい。あ、ゲームモード変更だって。うん。細かい設定などを終え、ようやく本編へ入る。やばい、もうめっちゃ英語じゃん。確かにこれ海外のサイトだったわ。海外だ。うわぁ。え、怖っ。Welcome to the door maker。 あれ、アオトさんは？え、いますよ。あ、いる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 。いや、びっくりした。びっくりした。一人っきりの空間かと思ってた。熊本さん引っかかった。あ、オッケーオッケーオッケー。なんか顔がアオトさん、後ろに。おぉ。和気あいあいとできるのも今のうちだけだろう。あ、俺がスイッチ押したんだ。あーなるほどね。これどんどん進んでいくやつや。ボーナスいっぱいあるからね。大丈夫です。開かない、ドアが開かない。なんかいる。え、キューティー。いいお顔ですね。いい顔の基準がわかんねえ。すごいね、この顔。これ全部書いてんのかな。手書きっすかな。手書きか写真か。肖像画の並んでいる廊下を進んでいくと、その先には、え、んこれびっくりする要素だったのかな。驚いときます。うおーって。テイクツやるか。テイクツ。怖いっすね。怖いっすね。ちょ、開けましょうよ。行きますよ。ちょ、先輩行ってくださいよ。行きますか。行きますか。お分かりいただけたであろうか。実況界の闇とも言えるやらせである。行きますか。どこ行くのこれ。そのまま奥に進んでいくと、一つの扉が。あ、これやばい。これ余裕かもしれない。ワンちゃん余裕。これ怖いな。じゃあ一緒に行きますか。この一緒にスイッチ押しますか。せーので。一番行きましょう。はい。いいっすよ、掛け声。いっせーので。え？あ、あんさん？すごい。あー、暗いなー。え、黒っ。暗いなー。何も見えない。あ、こっちありますね。謎の扉の先には、何やら、不気味な実験室のようなものが広がっていた。でも、ドールメーカーって言ってたから人形作ってる製造工場か。え、やば、このゾンビ。血が。グロいな。えぐい。でも、本物はもっとえぐいからね。ゾンビのね。いや、ゾンビじゃなくて生身の人間の生首。あ、こっちあるよ、こっち。あ、マジ？お、いける。やばい、なんか明らかなスイッチが。明らかなスイッチ。なんか喋ってる。この工場は人間の頭を使って人形を作る。怖すぎなこと言ってんじゃん。えぐいな。めっちゃ怖いじゃん。ってことはこれめっちゃブスってことだね。ちょっとこの人形の顔についてなんか一言。非常に残念です。よし、行きましょう。行きましょう、行きましょう、行きましょう。これ以上触れたらダメな気がしてる。間違えたりそう。うわー、ちょっと怖っ。
ここは開かないね。あ、びっくりした。びっくりした。開くんか。この上の、上のなんか字を読んでたら、急に開いたから、うわ、やば、このマップと思ったら、青。やられた。やられた。めっちゃびっくりしたわ。あ、でもこ、え、こっちもあるじゃん。その後も探索を続ける二人。その先に待っていたものとは。え、なんか迷路になってないこれ。迷路ですね。ちょっと一瞬ではぐれちゃいましたよ。早い。子供のように迷路を楽しんでいる二人だが、この後、二人に悲劇が襲いかかる。結構な迷路。トーコー。はぐれた？トーコー。トーコー。なんと開始3分で、迷子になってしまった。どこまで行ったの？ねえ、お母さん、助けてよ。あ、なんか書いてある。置いてかないでよ。あなたはここから、決して出ることはありません。もう帰れまんな。まず、隠れちゃいましたからね。You will never find the... なんとか。なんとか。やべ、行き止まりだ。そして、迷子になってから5分後。あ、待って、ボタンがあった。え、マジで？マジで、押しちゃっていい感じ、これ。押さない方がいい。おー、びっくりした。びっくりした。ボタンが、ここに。ほんとよ。押しますよ。ポチりましょう。おい。え？ボディ、グッジョブ。ワンモア、ボタン、トゥーゴー。あ、もう一個あんのかな？うん、まだ行ってないところあるからね。確か。こっち側行ってみようか、先に。うん。第二のボタンを見つけるため、探索していない部屋を探すことに。すると。あれ？なんもないじゃん。あ、ボタンがある。え、マジ？うん。これかな、もう一個のボタンっても。多分、そうですね。メッセージは。あれ？何もない。ドア開けることができた。怖ー、ちょっと鳥肌立った今。やば。やばい。サミダレさんにかぶってて、なんかあんまり見えなかった。え？お分かりいただけてであろうか。録画班たるもの、しっかりと全体を撮影できていないのである。だが、本当の恐怖は、そこではない。この男、あまり見えていなかったと言っていたが、なぜ、あんなに驚いていたのであろうか。もしかして。あ、あれ場所なんだ。自分の画面に出てくるやつかと思った。あ、で、これが開くようになったんだ。ああ、なるほど。行っちゃいましょうか。行っちゃいましょう。ごめんね、ちょっと俺だけ怖い思いしちゃって。あ、大丈夫です。そして、本当の地獄は、ここからであった。あ、ほんとだ。おーい！なに？え、なになに？あー！え？ちょっと、青さんいいっすよ、次。次、やだ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 。いいっすよ。マジで？ほんと、いいっすよ。え、なにこれ？あ、なに？え、なに？なんか開いた、なんか開いた。なんだよ。もう、交代。やだな、この交代制。あー、おいしい。おい。怖いな。なんだろう、このままめっちゃ真っ暗じゃん。怖っ。マジで、先行っていいよ。この後。リアルな怪奇現象が、青と襲う。あ、ちょっと待って、先行けた。先行けた。どこ？あ、こっち？これ先。まっすぐ行って、ちょっと右に曲がってってください。ああ、待って、え？人がいっぱいいるよ。え？あれ、青さん？なんか、サメダレさんが、ここに固定されてるんですけど。あれ、青さん？あ、ビキちゃん。おー。え？
あ、え、なぜか青との視界だけが止まっているのである。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あれ？何？いや、サメダレさんがさっきの場所に止まってるんですけど。このままでは続行不可能なので、サーバーを入り直すことに。青津さんが逃げました。逃げてない。びっくりした。いた。よかった。あ、動いてます。ゲームが正常に戻ったところで実況再開。じゃあ叩けるのか、これ。なんかある。気のせいか。え、なにこれ、なんかめちゃ開きそうな壁。シッピングトラック1。なにこれ。うわー、怖っ。これ鳥肌立ってな、こいつの中を。ちょ、この中にちょっと突っ込んじゃってください。サミダレさんから隠れようと振り向いたその時。なになになぜだか急にテレポートされてしまった二人。逃がさないと言わんばかりに後ろに見えない壁が、これは前に進めという意味合いなのだろうか。そういうこと？こっちに行けってことだ。進みましょう、青津さん。マジか。あ、なんかちょっとポップなブロックが。ポップなブロックが。ポップなブロックが、なんか美味しそうなパッケージみたいな感じの。いちご。え、なに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 。え、で、え、なに。ちょっと待って、怖い。わかんないわかんない、ここから出れないし。え、プチって。うわぁ、なに、なんか出てきた。え、なにこれ。釣られてる人みたいな。あ、隣開いた。隣？おお、開いてる。その先を進んでいくと、またしても迷路が。また迷路？あー、ちょっと嫌ですね。いいっすよ。え？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 なに？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 今、出た？赤目？ちょっと、出ちゃいましたね。お分かりいただけたであろうか。え？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 なに？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 映っていない。出ちゃいましたね。出ちゃいましたね。出ちゃいましたね。半分見切れてましたけど。やーばー。え、見切れてました？ちょ、顔面ちょっと左向いちゃってたんで、僕。え、じゃあ、青田さん。青田さん。はい。ちゃんと見せないと。俺、めっちゃ顔出てましたよ、もう。めっちゃ顔でしたよ、もう。見たかった。え、めっちゃ迷路じゃん、ここ。手分けして探します？それとも。いやー、でも、あったあったあった。おー、オッケーオッケーオッケー。いや、待って、これ怖いな。この長い道ってあんまなんか、いい。じゃあ、先行っちゃって、いい気がしないな。先行っちゃってください。ちょ、ここで待ってるんで。で、じゃあ、それは違うな。マジか？頑張れ。サミダレさんならいける。あのさん。はい。一緒に行きましょうよ。僕ら友達じゃないですか。え？あなた誰？君の名は。君の名は。ネタが古いぜ。行こうぜ。もう2年前ですからね、あれ。ああ、もう楽しく行きましょう。ピクニック感覚で。ランランララララン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 ラララランラン。ちょっと怖い BGM じゃない？ただのハミングですよ。え、エレベーター？エレベーター。待って、後ろ。何？今見た？後ろ。なんか、待って。近づいてきてるよ。開いて、エレベーター早く。エレベーター開いて。早い。こいつらの前世は猿だったのだろうか。え、しましょう。しまった。怖い、エレベーターって多分一番怖いから。え？何これ？え？うえぇー、うん、すごい。すごい、なんか、この仕掛け欲しい。動画で使いたい、これ。え、待って。え？開かないんだけど。
どっちかアップでいいのかな。何トップオブエレベーター上まで行けってこと。トップ、そっちダウンですよ。とここで青戸が何かを見つける。え、アップしまくればいいのかな。え、でもかん、あれ、え、上開いてる。あ、トップってそういうこと。これはしごやん。よいしょ。あ、なんか、あ、そう、なんか映画とかでしか見たことがないようなシーンなんだけど。あ、青戸さん下かも。下、下なんかあるよ。ちょっと待って、びっくりした。おい、ちょっと。その後、壁を登れるということを知った二人は最上階へ向かった。え？エレベーターの上に。ちょっと待って待って。え？どこ行くの？あ、そこか。あ、道が。マジか。これ何階だ？最上階か。もう終わりかもしれない。ワンちゃんラストスパート、これ。そう思って矢先。待ってくださいよ、先輩。先輩、ちょっと無理そうっす。先輩、無理そうっすか。え、何？なにこれ、めっちゃ編集楽になるんだけど、BGM 探して間省けた。いや、ああ、なんか出た。え、なんか、そこそこそこ。音符が出てる、めっちゃ。おお。えい。すげえ。やば、編集めっちゃさせんやん。音楽に困らない。音楽使ってけよこれみたいな。実況者目線の。なんか書いてある。なんか書いてある。ブロックインサイド。あ、そっち、そっちね。あ、違ったの。こっちかと思った。え、あれ、ちょ、早く行ってこいんじゃね。これちょっと怖。恐怖が勝ったのか、先を急ぐことに。英語だもん。英語だから読めない。英語だもん。あ、明るい。明るい。果たして、その光の先には何があるのだろうか。あ、ファイナリー？消さないでくださいよ。ファイナリーやトーチ？やめてよ。ここで、怪しげな BGM が、音がなんか、これは何かが出てくる前兆なのだろうか。絶対なんか出そう。絶対なんか出そう。やばいな、これ。これやばいな。やばいやつですよ、これ。キノコ。はっ。え？何ここ？何？めっちゃ実験しそう。何？何この、この声の中にいるやつ。気持ち悪い。え？こいつの鳴き声？部屋にあったのは、謎の装置と、不気味な生き物。ここは人形を作るための部屋なのだろうか。パワーなんか、おお、おお、明るくなるじゃん。押すのかな。何作ってんのここ。絶対人形じゃないっしょ。こわ、もう人形の息超えちゃってんじゃん。これが人形なんて僕は認めない。人形作りすぎて何が人形か分かんなくなっちゃったやつやん。ゲシュタルト崩壊か。それだ。それだ。声がちょっと裏返ったわ。それだ。あー、めっちゃ明るい。明るい。あ、終わりかもしれん。あれ、でも、なんか怖いわ。部屋の真ん中に寝かされている一人の少年。彼はどこからここに来たのだろうか。何？え？あ！何？ What happened to tomato って聞こえた。Tomato?トメート is very, very delicious. Okay. Okay. Okay, okay. トマト美味しいんだ。わかったから。余裕ありげに話していた。次の瞬間。取っちゃった。え？あ、あ、バラバラになってる。Oh my god. Did I do this? Oh my god. Oh my god. この血のテクスチャー欲しい。いや、そんなとこじゃない。そう、あれ？そうか。絵画も戻ってんじゃん。あ、マジで持ってるけど。持ってるんだけど。ああ、絵画だった。あ、別に。ザ・ドールメーカー。ワンちゃんこれ、クリアですかね？クリアしてしまった。
はい、ということで、今回もご視聴ありがとうございました。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 楽しかった。ってか、怖かったわ。ちょっと怖かった。普通に怖かったわ。前から舐めちゃいかんねん。舐めちゃあかんねん。ということで、面白いと思った方は、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回も見てください。See you again! バイバイ！バイバイ！